メリカの格付け会社スタンダード&プアーズによるアメリカ国債の格下げは世界経済に衝撃を与えました。これに対し中国はとりわけ激しい怒りを隠しません。これはアメリカを貶めるという中国共産党のやり方だと専門家は指摘します。先日アメリカ国債の格下げが発表されると、アメリカ国債の最大の債権国である中国では国営メディアの新華社が容赦ない言葉で非難しました。中国にはアメリカに対し自国の構造的な債務問題を直視し、中国の持つドル資産の安全を守るよう求める権利が完全にあると社説で述べています。これに対しフランスのラジオ局は欧米メディアの批評を掲載、中国はアメリカ国債を1兆ドル以上所有しているとはいえ、このように思いやりのない態度には世論も震撼するとあります。では経済学者丁さんの分析を聞いてみましょう。香港の新聞アップルデイリーも中国の反応について厳しい評価をしています。アメリカ国債の格下げで最もやきもきしているのはアメリカ政府ではなく中国政府だというのです。だからこそ中国国営メディア新華社は社説で、あれほどきつい口調でアメリカ当局の無責任さを非難したと言います。さらにアメリカ国債の格付け低下によって中国が大きな損をするとも指摘。アメリカ自身は無論のこと、何よりもアメリカ国債の最大の債権国である中国こそが、短期的に見ると実質的な損失がさらに大きいはずだと言います。最新のデータによると、中国は合わせて1兆ドル以上のアメリカ国債を所有しています。これは中国にとって外貨準備高の半分にあたります。アメリカ国債の格下げは、いわば中国のこの巨額の貯蓄のリスクが上がっていることを意味します。例えば 3% アメリカ国債の価格が下がれば、中国政府は300億ドル損をしたことになるのです。一方、イギリスのフィナンシャルタイムズは、中国は厳しくアメリカを非難しているものの、これからも増え続ける外貨貯蓄をアメリカ国債に投資するだろうと予測します。さらに今のところドルに代わる他の外貨が見当たらないほか、ヨーロッパでも財政危機が勃発したため、中国は短期的にドルを買い続けなくてはならないとも述べています。新唐人テレビがお伝えしました。京城石开，捐助新唐人，了却您久远的中国夙愿。